接眼ミクロメーターっていうのは、こちら、これが接眼ミクロメーターです。と見えないと思うけど、この真ん中に小さなメモリが振ってあります。この接眼ミクロメーターは、接眼レンズにセットします。接眼レンズ。に、この接眼ミクロメーターをセットします。そうすると、これこうやって覗くとどう見えるかっていうと、こんな風に視野の中にメモリが見えます。こんな風に視野の中にメモリが見えるようになります。なんか邪魔だなと思うかもしれないけど、このメモリ後で使います。こんな風に接眼ミクロメーターをセットすると視野にメモリが見えるようになります。で、次に問題に対物ミクロメーターって言葉が出てくると思いますけど、この対物ミクロメーターっていうのはこちらです。これも真ん中にね、ものすごく小さくメモリが振ってあります。10マイクロメートル刻みでメモリが振ってあります。特に問題文で何も言われなかったら、対物ミクロメーターの一目盛りは10マイクロメートルって思ってください。こちら、ステージにセットしますね。ステージにセットします。で、それをこう覗くと、どう見えるかっていうと、さっき初めにセットしたメモリもあるじゃないですか。で、今セットした対物ミクロメーターのメモリもあるじゃないですか。これ、こうやって覗くと、こんな風にメモリがね、2つ視野の中に見えることになります。さっきセットしたメモリで、今セットしたメモリ、接眼ミクロメーターのメモリに加えて対物ミクロメーターのメモリ、こんな風に同じ視野の中に2つメモリが入ってくることになります。